セルダルアジズは、トルコブルサ出身のサッカー選手。フェネルバフチェスケ所属。トルコ代表。ポジションは DF。ブルサスポルの下部組織出身。2006年にトップチームの練習に参加。2007年には、ブルサメリノスポルの下部組織へ、レンタル移籍している。2008から0球シーズンにはブルサスポルへ復帰し2008年10月25日の、 フェネルバフチェ SK 戦にて公式戦初出場を果たした。翌2009から10シーズンはリザーブチームでプレー。リーグ戦の出場は訪れなかったが登録はされていたためクラブ史上初となるスユペルリグ制覇を達成した一員となった。リーグ王者として迎えた2010から11シーズンによりトップチームに昇格して出場機会を増やし UEFA チャンピオンズリーグの バレンシア戦とレンジャーズ戦にも出場。2015年に、イブラヒム・オズ・テュルクが対談すると、キャプテンに就任した。2016年6月、ガラタサラ・イ SK へ4年契約で完全一席。移籍金は200万ユーロ。2016年10月25日に行われたトゥルキエ、クパスのデルシムスポール戦でデビュー。このシーズンは、 怪我による離脱が長く出場機会に恵まれなかったものの以降はレギュラーとして活躍。2018から19シーズンもリーグ戦10試合に先発出場していたがクラブの公式発表では体調不良のため欠場した2018年12月23日のスイバススポール戦の後にアジツの妻がモルディブでのバカンス中の写真をインスタグラムで投稿し アジズの姿も映されていたことが発覚したことで、クラブの激凛に触れ、罰金処分を科すとともに、今後の練習参加も禁じ、冬の遺跡市場で放出される見込みとトルコ氏、ミリーエットなど、複数メディアで報じられた。2019年1月30日、フェネルバフチェス K 完全一席。U-16 トルコ代表以降すべての世代別代表に選出され、 2014年11月16日のカザフスタン戦で A 代表デビュー。ユーロ2016予選では7試合に出場したものの、本大会のメンバーには選出されなかった。スユペルリグ2009から10。ありがとうございます。